さて、こんにちは、アイロンです。今回もね、ザ・スワッパー遊んでいきましょう。で、前回予告した通り、このね、スルーしていたところにやってきたので、今からね、この左の扉と右の扉、これをね、くぐっていきます。で、ここにおそらく取り忘れたオーブがあるんじゃないかな。クリアしてないパズルがね、まだおそらくあると思うんで、やっていきましょう。ん？待って、これ開かないよ。ん？これ開かないんですかね、もしかして。もう開かなくなっちゃったのかな？おいおい。これ開かないっぽいですね。マジか。じゃあ戻っていこう。これちょっと残念だけど、何だったんだろう。ですね、そしたらここに行きましょうか。で、48個のあそこを取っていきましょう。どうやって行くんだこれ。ここか。あ、死んじゃった。待って、これで、これで、ここに生まれると。ほい。何が起こるの？さあ、ソーラーパネルがこう、離れたわけですね。ガチャンと。さて、ここもなんか広がりがあるな、だいぶ。岩がなんか言ってますね。The one called the swapper。 スワッパーと呼ばれた、まあ、その一つが、It manipulates mind by some method that is not persuasion or argument。 Is it a weapon？ It's likely the watchers aren't even aware they killed the crew, just as you're unaware when your immune system killed the virus. Once our fate was clear, Chalmers and I took steps to ああ、protect 待って待って、これ地図開くとなんか急激に加速するんだ。とりあえずなんとかこの真ん中のとこにたどり着きましたけども。エマージェンシーバック3。ここもなんか謎解きをさせられそうですね。ただ全部真っ赤っかなんで割と楽ちんなのかな？真っ赤っかということは、あれが作れますからね。おじさんが作れるんで。あのブロックをどうせいっちゅうんじゃ。あのブロックをどうすんだ。ちょっと待って、なんとかしてプレイヤーが上に行かないといけないからね。どうしたらいいんだろう。お、入れ替わった。取れた。取れました。帰りたいです。え、これどうやったら帰れんの？あそこか。
まずはこれで一箇所、下下行きましょうか。せっかくなんでね。ここもまたなんか特殊な光り方してますね。なんかよくわかんないけど、とりあえず作ってみるっていうことしかできないんだよな。なんか要はここのこの左下のこのなんていうの、この一段上のポケットの部分に来ればここの人にレーザーが当てられますよってことですよね。入れ替われますよってことですよね。え、ただここにどうやって来るの？ここに来いってことでしょ。要はこの真下のここに重力入れ替わる形で来なさいよってことですよね。え、できる？それ、まあできるからマップが成り立ってんでしょうけど、あ、できたくさいな。ここに立てて撃てばいいのか。で、あとここですよね。問題はこの下に入れ替わった、上下入れ替わった状態で、で、ここに一人立てておかなければならんと。ん？これできたんじゃない？あ、これギリギリすぎていかんわ。OK。 OK、landing gear is moving into position. Trajectory is plotted. Disengage the remaining panels. で、まだあのソーラーパネルをなんとかすれば、なんか終わりに近づきそうな感じですね。で、ただ、上に1個残ってるんで、上に私は行くよ。こんなね、段差というか、移動方法が今までのゲームであっただろうかっていう。待て。そう、マップ開くとね、早くなるんで、あと先が見えない。さあ、新しいマップにおいでやす。今回はなかなかまた特殊ですね。4個のパネルを踏みなさいよと。一番難しいのはおそらくここでしょうね。角っこにないから、角はおそらくいくらでも調整できると思うんですけど、とりあえず配置してみるか。で、あ、これもう動いちゃう。これもダメですね。あ、いけるか。あ、死んじゃった。ダメか。これ難しいな。なんかいけそうだったけどね。自分が乗った状態でないとダメか。4人作れるから。
ちょっと待って、これ何人作れるんだ？ 1、2、3、4人作れるんだよね。自分がどれかのパネルに乗った状態で4つ作らなければならないということみたいですね。どうしようかな。自分が乗るべきパネルがどれかっていうとこなんですけど、まあどれでもいいのか。いや、待って。自分が乗るべきパネルだったら、これ順番考えないとダメですね。最後にこうちょっと移動するわけだから、移動して踏まなきゃいけないわけだから、でも自分でこれ踏むってこと可能なの？自分でこれのいずれかを踏むっていうこと、これ可能かな？いや、これちょっと待って、これむずいな。あれ踏まして、これむずいな、ここむずいな。っていうか最初なんか何気なく4箇所に乗ったのがあれだいぶ大きかったような気がするんですけどね。でも4箇所に乗るのは割と簡単なのか。ただこっからなんだよね。どれかを処分しなきゃいけないと。あ、で、一個でもずれるともう終わりか。くっそ、最後の最後になんて難しいマップを持ってくるんだ。これわからんぞ。これもなんかね、かなりこう、ミスが許されないタイプのロジック系のあれですよね。まあ、全部ロジックだろっていう話なんですけど。ね、どうしようどうしよう。このまた、なんだろう、逆転ポイントがね、微妙な位置に配置されてるのがまたミソなんですよね。で、踏ましたら最後動けないでしょ、もう。難しいな。これ難しいな。これでどうすんだっていうね。ここであそこに乗っけるしかないもんね。
でしょ。こいつ頑張れこいつ。あーダメなんだよな。これちょっとむずいですね。考えようか。どの順番で乗っかったらいいかっていうとこですよね。どう順番だろう。なんかこういうね、まあ分かんないクイズの問題とかもそうですけど、分かんないのが1個あるだけで、こういうパズルゲームってだいぶね時間がかさんじゃうのがちょっと辛いですね。これね、なんか分かったかもしんないけど、ここに、あそこに逆転パネルがあるのがなんかミソのような気がするんですよね。これなんでこれこんなとこにあんのかっていう。帰るときのためかな。帰るときのためなのか、いや違うのか。でもここにこれがあれか、リセットライトがあるから違うのか。リセット用のライトありますからね。ここ通った瞬間に消えちゃうでしょ。この4つのこれがなんか自分の中ですごいわからないな。逆転するこのね、ここがすごいやっぱくせ者なんですよ。睨んでいた通り、ここがね、どう踏むんだろう。プレイヤーが踏むのか、それともコピーに踏ませるのか。ちょっとまあいろいろ試行錯誤してみましょうか。歩けないからな、移動できないんで。こうすると移動できないでしょ、もう。だよね。これむずいな。プレイヤーがなんか左上に乗りたいんですよね。どうしたらいいんだろう。ちょっと待って、入れ替わる瞬間とかを利用するのかな、もしかして。でも一番最後にここに置くってのはなんか本能的に分かるんですよ。動かしようがないから。で、この状態で、あ、死んじゃった。死んじゃったか。
でしょうか。なんかでも今このこれなんかすごい使えそうな気がするんですよね。で次にどうすんだ。こんな感じかな。あ、でこれ消えちゃうのか。これ消えちゃうのか。あ、ただこういう使い方もできるのか。考えてみたら。ちょっと待って、これなんかだいぶ正解に近い気がするんですけど、これでぐるっと回りながら、いや現段階で右、あ、でも右と左、なんか分かった気もするな、これ。なんか分かったような気がする。ちょっともう一回やってみましょう。なんか、ぐるっていうのを利用しながら多分やればいいと思うんですよね。待って、無理だ無理だこれ。なかなかこれやっぱここね、かなりギリギリな感じですよね、これ。だいぶギリギリな位置取りが難しいな。歩く距離がすごいなんか重要な感じなんですよね。この辺かな。そうか、これをまたぐまたがないっていう選択肢もあるのか。これでここに立てんのか。あれ、そしたらこれ割といけたんじゃないの。ここに立ててワープして、ここにこれにワープして、あ、これなんかいけましたね。すごい偶然なんですけど。でこれにワープと。え？ちょっと待って。なんで？え、今はダメなの？あ、手前にあいつがいたのか。確かこっから撃ったよね。いや、これ難しいな。で、くるっと回りながら、上に撃つ。
で、上に行ったら、この人になればいいのか。で、なったら、ここに配置。で、ここに人を置く。で、そしたらですね、この人になればいいのか。これでいいのか。いや、これ、なんかすごい偶然の力だったんですけど、これ難かったな。あ、死んじゃった。さて、ここの空間は全部クリアしたので、次ここですね、66個エリア。ポータル通っていきましょう。で、66個貯めましたよと。さあ、またこのなんかエアダクト的なところを抜けるとどうなんだ？宇宙空間。どこに行けばいいの？あっちか。反対側ですね、ちょうど。あ、怖いこれ。広い。待って待って、ギリギリ違う方向行ったな。こっちだよ、こっち。 OK。 いや、待って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 、違う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 。よしと。さあ、ここが新エリアかな。なんか全くの無音っていうのが怖いな。で、なんかバリバリってなってますね。何が起きてる？ここもオーブか？オーブですね。なんかまたなんかえらい難しそうだな。で、時間の切りがいいので、どうしよう。一旦ここで終わりにして、次回ここら辺のオーブを、まあ、回収するとこから、スタートしていきましょうか。はい。というわけでね、今回はここまでですね。もしよかったらですね、コメント、高評価とチャンネル登録していってくださると嬉しいです。またね、次回の動画で、お会いできることを楽しみにしておりますので、次の動画でお会いいたしましょう。ではでは。